前から気になっていたキノコ型バス停。インパクトあって目を引くのに塗装が色あせてもったいない。色を塗り直して綺麗になったらいいなと思っていたのは、きっと私だけではなかったはず。そんなキノコ型バス停がなんと25年ぶりに修繕。デザインや絵付けは羽地中学校の美術部が担当したんですって。まあなんてことでしょう。見上げるとステンドグラスが。キノコの中も明るくてバスを待つのも楽しくなりそう。羽地の地域のランドマーク、素敵ですね。リニューアルしたキノコ型バス停に嬉しく思う私でした。さあ次はお昼ご飯だ。行ってきます。到着。県産そばが有名な大宜味村にある S の花へやってきました。前に来た時はいっぱいで入れなかったのですが、この日は平日であまり混んでいませんでした。ゲットウチャ、いただきます。ザルそばが来る前に6種類の前菜が出てきました。そして揚げたての天ぷらがごぼうとニラ。揚げ出し豆腐もいただきます。揚げ出し豆腐の出汁は天つゆとしてもいただきます。じゃじゃーん、手打ちそば。食べるのに集中したいと思います。ざるそばを食べている最中もどんどん天ぷらがやってきます。最後にバナナの天ぷらを食べてごちそうさまでした。天ぷらにざるそば、大満足です。国頭村べの木にあるやんばるそば屋みなと。パーコ定食気になる。注文したのは沖縄そば。平麺で優しいカツオだしです。お肉もトロトロで美味しい。めえ、ヤギ汁取るの忘れてる。食後おかみさんからヤギについてなどいろいろお話ししていただいて、お腹も心も満腹。最後までご視聴ありがとうございました。